皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日ご紹介するのはこちら、シェルで作るシェルのネイルアクセサリーパーツのご紹介です。こちらのシェル一つあればいろいろなデザインを作ることができます。今回ご紹介するのはお花の形をしたお花のネイルアクセサリーパーツの作り方のご紹介です。それでは始めていきます。はい、それではこちらのカラーを塗っていきたいと思います。はい、ではライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、こちらをライトに入れます。では次にこちらクリストリオのクリアジェルを使っていきます。こちらは硬いジェルなのでパーツが流れたりとかする心配がないので私はこちらを使っています。はい、では真ん中に塗っていきます。次に使うのがこちらのシェルを使っていきます。ではこちらのシェルをここに移します。こういったケースに入れると探しやすくて便利です。ではお花の花びらに合ったシェルを探してつけていきたいと思います。はい、ではこんな感じに乗せていきたいと思います。ではライトに入れます。はい、ではもう一度クリアジェルを全体に塗っていきます。少し凹凸感を埋める感じでジェルをたっぷり乗せます。はい、ではライトに入れます。はい、では次にマットコートを塗っていきます。はい、ライトに入れます。
はい、ではこちらの未硬化ジェルをエタノールで拭き取ります。はい、では次にこちらのアゲハさんのチャームオンノーワイプジェルを使っていきます。使う筆はこういった細めの筆を使っていきます。ではお花の周りを囲んでいきます。はい、ではこちらを一度ライトに入れます。はい、ではもう一度高さを出すために線を描いていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では次にこちらのミラーパウダーを塗っていきます。はい、ではこういったアイシャドウチップで塗っていきます。はい、では余分な粉をダストブラシで払います。はい、では次にこちらのノーワイプトップコートをパレットの上に出していきます。はい、ではこちらのお花の縁をノンワイプトップコートで塗っていきます。
はい、では一度ライトに入れます。はい、ではこちらの周りに飛び散ったこの小さなラメをエタノールで拭き取ります。はい、では次にお花の真ん中にパーツをつけたいと思います。ではこちらのジェルを少し取って真ん中に置きます。ではパーツを乗せます。はい、ではこちらをライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ではこちらをライトに入れます。はい、こちらで完成になります。シェルを使ったネイルアクセサリーのデザイン、とっても可愛くておすすめです。今回作ったお花のデザインもこれから春の時期にぴったりなデザインだと思います。ちょっと見づらかった点も多くあったと思うんですけれども、少しでも皆さんの参考になると嬉しいです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。